こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。日本の皇室が、世界最古の王朝としてギネス記録に認定されているって本当？本当だ。約2600年にわたって続いているとされ、実在が確かな天皇から数えても1500年で世界最長だ。すごい。かつては、エチオピアの王室が、紀元前10世紀から続く世界最古の王室だった。しかし、エチオピア帝国が1974年に消滅したことで、日本の皇室が最古の王家となったんだぜ。へぇ、2位はどこなの ?2 位はデンマークの王室だ。交渉、約1200年だ。3位は ?3 位は11世紀から続くイギリスの王室だ。始まりは、1066年のノルマンコンクエストだから、約1000年の歴史ね。ヨーロッパの王室は途中で変わっているから、単一王朝ではないしね。日本の皇室だけが、万世一系を維持しているな。天皇家は世界最古の王家で、王朝としての歴史も世界最長。さらに古代天皇のお墓は、世界最大級の規模で世界遺産にもなっているわ。世界に誇る天皇制がどのようにできたのか、もっと知りたくなってきたわ。よし。今回は天皇とは何か？について解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。改めて考えると、現在の天皇まで126代、2600年にわたって続いているのはすごいことね。ローマ帝国でさえ、千年強の歴史だからな。ところで、2600年とされる根拠は、何かしら？宮内庁の公式ホームページにある天皇系図を見ると、神武天皇即位の年は、紀元前660年とされているわ。それを根拠にすると、現在は、後期2684年になるのね。でも、紀元前660年の根拠がよくわからないのよ。だって、紀元前660年って、縄文時代末期から弥生時代の初めでしょ？そんな時代に、神武天皇が即位していたって、信じられないのよ。まあ、初期の天皇は神話だからな。現実的に考えて、紀元前660年を後期元年とするのは、かなり強引な設定ではないのか？という議論は、以前からあった。やっぱりそうなの？紀元前660年が、どこから出てきた話なのか、ぜひ知りたいわ。よし。まずは、暦の話からだ。暦？古来から日本の暦は、公、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、己を表す、時間。ね、牛、虎、卯、辰、巳、馬、羊、猿、鳥、犬、胃を表す、十二支。それらを組み合わせた、時間十二支で表されていた。ふむふむ。そして、両者を組み合わせた数字、60が一つの周期になる。60巻しね。現在でも60歳を還暦とするのは、60年という周期がぐるりと巡ることで、暦が変えるからだ。還暦を迎えた人に、赤いちゃんちゃんこを送るのは、赤子に戻って、もう一度生まれ変わるからよね。そういうことだ。で、話はここからだ。実感十二支の組み合わせの中で、58番目である蚊の鳥の年には、異変が起きるとされた。カノトトリ？中国由来の考え方で、一種の予言説だな。60年に一度のカノトトリの年には革命が起き、さらに、60年が21回続いたカノトトリの年には、大革命が起きるという説だ。親友大革命とも言う。へぇ、60年が21回って、つまり、1260年に1回のペースということね。明治時代の歴史学者は、この説に基づいて、前回の大革命がいつだったかを検証した。前回の大革命？いつなの？聖徳太子がいた推古天皇の時代、西暦601年だ。聖徳太子が、イカルガの宮を作った年ね。もっとも、近年の研究では、日本という国の基礎ができたのは、天智天皇や天武天皇の時代だと考えられている。しかし、明治時代には、聖徳太子が、日本の基礎を作った人物として、最重要視されていたんだ。聖徳太子といえば、17条の憲法や漢字12回の制定などね。前回の大革命を西暦601年とすると、さらにその前は、1260年遡って紀元前660年と考えたわけね。そういうことだ。別な言い方をすると、1回目の蚊の鳥の大革命では、神武天皇の即位があり、2回目の蚊の鳥の大革命では、聖徳太子が国を作ったということだ。後期元年って、蚊の鳥の革命という思想の上に成り立っているのね。まさにそうなんだ。この思想を取り入れていなければ、後期という考えは、生まれなかったかもしれないな。なるほど。1873年、明治政府はこの思想に基づいて、
日本建国の年を紀元前660年に当たると定め、これを後期元年とした。後期元年の始まりね。そのような背景から、紀元前660年1月1日が日本建国の日になったが、これは太陰暦だから、太陽暦に直して2月11日というわけだ。国民の祝日、建国記念の日ね。でも、そもそも紀元前660年に、神武天皇が即位したという話自体、神話世界の話でしょ？これを日本の歴史として、建国記念日としていいのかしら？近代国家としては良くないな。それに、建国記念日ではなく、建国記念の日だ。あ、確かにのが入ってるわ。日本は神の国で、日本の皇室は神の子孫だという考えは素晴らしいかもしれないが、科学的根拠がない。そこで、建国記念日とは言わず、建国記念の日にしようと1966年に決まったんだ。脳を入れたのは、苦肉の策というか、大人の配慮だったというわけね。神武天皇って、アマテラスの孫、ニニギのひ孫よね？そうだ。神武天皇は45歳の時、九州の日向から当選し、尽くし、吉備を経て4年後に河内に入った。その後、長常彦の抵抗に遭うなど、幾多の困難に遭遇するが、アマテラスの遣わした、ヤタガラスの導きで大和に入り、橿原の地で即位したとある。神武統制神はね、誰か、神武天皇のモデルになった人物がいたのかしら？弥生文化が、九州から畿内へ伝播しているのと関連して、何らかの歴史的事実を反映していると考えられるが、はっきりしたことはわからないな。神話は、実際に起きた出来事が背景にあるとも言うから、絶対に無関係のはずはないものね。そうだな。ちなみに、神武天皇は、在位期間76年間、127歳で崩御したことになっている。現代でも、国内の歴代最高齢が119歳なのに、127歳？そういえば、神武天皇は、身長が3メートルなんて話もあるしね。ちょっとリアリティに欠けるような。初期の大和王権の天皇たちは、100歳を超える不自然な長寿が続いた。これを合理的に考えるために、年齢を半分にして計算したらいいんじゃないかと提唱した人がいる。年齢を半分で計算って、どういうこと？春から秋までの半年間と、秋から冬までの半年間を、それぞれ1年と数える。春秋二倍歴説と呼ばれる考え方だ。へえ、なかなか大胆な仮説ね。初代神武天皇から、16代仁徳天皇の年齢を半分にする調整を行うと、全体で900年くらい短くなるな。今年が後期2684年で、仮に900年短縮すると、後期1784年ということね。2位のデンマークが1200年だから、それでも日本の1位は、揺るぎはしない。年齢を半分にするって、いきなり暴論じゃないかと思ったけど、900年短縮して、仮に、西暦240年から日本の歴史が始まったと考えると、いろいろ辻褄が合いそうだわ。天皇家のルーツに関しては、神武天皇が実在したかどうかも含めて、いくつかの説があり、今でも議論が続いている。二代目の水勢天皇から、九代目の開化天皇も、はっきりしたことがわからないのよね。決死八代だな。そうそう。以前、このチャンネルでも解説したわね。この動画だな。自責、つまり何をしたかわからず、存在が不明確な8人だから。学術的には疑問視されているのよね。初代神武天皇の英雄譚の後に続く、第二代水勢天皇は、兄殺しの話から始まる。いきなり、物騒ね。日本書紀によれば、神武天皇には3人の王子がいた。4人という説もあるが、ここでは3人だったとしよう。水勢天皇は、神武天皇の3番目の王子だ。一番上の兄が、全権力を掌握しようと企み、弟たちの殺害計画を練るが、それに気づいた弟たちが共謀して、兄にやられる前にやり返すという話だ。しかし計画実行の日、二番目の兄は、ここぞという場面で手足が震えて矢を射ることができず、水勢天皇が代わりにいたとある。二番目の兄はこの失態を深く恥じ、天皇の座を三番目の弟に譲ったという。惜しく即位した初代神武天皇に比べると、二代目の即位は、どこか間の抜けたエピソードね。水勢天皇には、即位後の実績はあるの？ない。え？三代目から九代目についても、特に何にも実績らしい実績は伝わっていない。書かなくても良さそうな話をわざわざ書いたのは、本当の話だからなのか。それとも、この微妙なエピソードもフィクションなのか。決死八代の天皇に関しては、実在したとも実在しなかったとも断定できないな。現在の通説では、決死八代は後の世の創作とされている。
第26代の継体天皇の時代である6世紀頃から、同じ血統で続いているという考えが一般的だ。そうすると、初代の神武天皇から、第25代の武烈天皇まで除いたとして、実質100代くらいということかしら？そうだ。しかし、100代と簡単に言うが、万世一系で続いているというのは、驚異的なことだと思うぞ。確かにそうね。2代から9代までの古代の天皇の謎も興味深いけど、第10代から第25代で、実在した可能性が高い天皇もいるのかしら？よし。これからそれを簡単に見ていこう。第10代の崇神天皇が、事実上の初代天皇ではないかという説がある。崇神天皇？実在したとすれば、3世紀後半から4世紀初頭の天皇だ。大和王権の実質的な最初の支配者は、神武天皇ではなく、崇神天皇かもしれないということね。そうだ。初国白須須弥良尊。何それ？初めて国を治めた、初代の王を意味する称号だ。この称号を持つ天皇は2人いる。一人はもちろん神武天皇だが、もう一人は崇神天皇だ。つまり、どういうこと？実際に、建国を成し遂げた初代天皇は、第10代の崇神天皇。神武天皇は、後頭の起源をさらに古いものにするために創作された可能性があるということだ。どうして、そんなややこしいことを考えたのかしら？おそらく、秦の始皇帝より早く、統一国家を形成したと言いたかったのかもしれない。ライバルの中国を超えたくて、歴史を水増しした可能性があるということ？そう解釈する専門家もいる。第10代崇神天皇、11代睡眠天皇、第12代景行天皇の頃は、大和王権の勢力範囲が拡大し始めた時期だ。統一国家としての形は、できていたのかしら？いや、まだまだ不安定だった。大和王権に服従しない地方豪族も多かったからな。崇神天皇の時代は、指導将軍という、全国平定のための遠征軍を派遣したと伝えられる。指導将軍？4人の皇族将軍だ。東海、北陸、山陰、山陽に遠征軍を派遣し、出雲を屈服させ、大和王権の基盤を徐々に固めていった。崇神天皇の次の第11代睡眠天皇はどういう実績があるの？睡眠の治世で有名なのは、相撲の発祥だ。相撲？ある時、大和に大魔の気早という力自慢の男がいた。睡眠天皇が、誰か相手になる者はいないのかと聞くと、出雲にのみの宿根という男がいるとわかった。そこで、のみの宿根を大和に呼んで、睡眠天皇の前で対決させたのが、相撲の始まりということだ。現在の大相撲と同じかしら？いや、全然違うな。足で蹴り倒す、キックボクシングのようなものだったようだ。ええー、結果はどうだったの？のみの宿根が勝利した。勝って、睡眠天皇の家来になったと伝わる。のみの宿根って、どこかで聞いたことがあるような。確か、埴輪を作った人じゃなかったかしら？そうだ。睡眠天皇の時代、偉い人が亡くなると、大きな墓を作り、家来たちを生きたまま埋める習慣があった。純粋ね。岸和神殿にも、卑弥呼の死後、ヌヒ百余人が、生き埋めになったとあるわ。実際に行われていたのかしら？古代中国の純粋はよく知られるが、古代日本の純粋の詳細はわからない。しかし、日本書紀の記述によれば、大和彦の御事の葬儀に際して、家来を集め、陵墓の周りに生きたまま埋めたという。想像しただけで怖いわ。記述によれば、数日しても彼らは死なず、昼夜を問わず悲しげに泣き続けた。その後、ついに死んだ彼らを犬やカラスが食い荒らす悲惨な光景があったと。睡眠天皇は、泣き叫ぶ彼らの声を聞いて、心をひどく痛めておられた。そこで、のみの宿根は、天皇にこう進言した。人を生き埋めにするのはよくありません。その代わりに、粘土で作った埴輪を置いてはどうでしょうか？と。それが埴輪の始まりで、恥氏のルーツだというな。埴輪などの土器の制作を司った、埴氏だ。ふむふむ。11代の睡眠天皇は、エピソードが具体的ね。実在したのかもしれないな。で、その後が、第12代景行天皇の時代ね。日本神話に登場する大和尊は、景行天皇の息子だ。九州の熊祖平定、東国の恵比氏政党など、大和王権が列島を統一するために、東本政宗の活躍を見せた伝説の英雄ね。古事記の景行天皇時代の記述は、ほとんどが大和尊の物語だ。景行天皇自身の事績は記されていない。確か古事記と日本書紀では、父の景行天皇と大和尊の関係性も違うし、大和尊の性格も全然違うのよね。古事記では、大和尊は兄を殺しているな。
そして、父の慶光天皇が、大和尊の凶暴性を恐れて、遠征に追いやった話が有名だ。一方の日本書紀では、兄とは双子で関係は良好。父との信頼関係も厚い。同じ人物の話と思えないところが多いわよね。大和尊の数々の伝説は、おそらく複数の人物の物語を、一つにまとめたものだろう。東に西に、列島規模で繰り広げられた征伐だし、とても一人の人物の活躍とは思えないものね。ちなみに、水仁天皇は139歳で崩御、慶光天皇は143歳で崩御と記録されている。このことからも、複数の人物の寿命を足して、超人的なストーリーを作り上げた可能性があるな。古代の天皇は、神話世界と混然一体となっているし、3世紀から4世紀の初めは、資料がほとんどないし、いきなり、4世紀中頃から5世紀に飛んでしまうわね。そうだな。その頃、日本はどんな状況だったのかしら？大仙陵古墳で有名な第16代仁徳天皇もこの頃ね。空白の4世紀の期間にあたるから、はっきりしたことがわからない。中国側に残る歴史書から伺えるのは、中国皇帝に貢ぎ物を送り、その見返りには国王と認めてもらって、喜んでいた時代ということだな。和の豪雨の時代ね。以前、このチャンネルでも解説したわね。この動画だな。三、金、聖、光、武を覚えたわ。中国皇帝の臣下として忠誠を尽くすからと、執拗に官位を請求していたものね。和の豪雨が、どの天皇か推定する議論が、今でも続いているが、そもそも本当に天皇だったかどうかもわからない。動画では、九州地方の王だった可能性も解説したな。中国の僧侶に登場する、この和の豪雨が、一体誰なのかについて考察しているので、よかったら見てね。大和王権は成立していても、まだ中央集権の国家体制が整っていない時代だものね。中国に、外交施設を派遣できるだけの、経済力があったことは確かだが、独立国家、日本になるには、聖徳太子の時代まで待たなくてはいけないな。ここで、天皇史上のターニングポイントとして重要なのが、第21代雄略天皇の存在だ。雄略天皇、若竹大君ね。そうだ。時代的には、聖徳太子より150年くらい前だな。考古学史上に残る大発見、金作名鉄剣が有名よね。埼玉県の稲荷山古墳から発見された、長さ73センチもある鉄剣は、衝撃的だったな。そうね。471年頃に作られたと推定されるこの鉄剣には、115文字の金象眼で漢字が刻まれていた。若竹大君といえば、熊本県の江田船山古墳からも、75文字の銀象眼銘を持つ鉄剣が発見されているわね。そうだ。歴史的にも考古学的にも非常に重要な剣だ。熊本と埼玉で物的証拠が見つかったということは、雄略天皇が確かに実在した証ね。そして、その統治が九州から関東にまで及んでいたということの証拠でもあるわね。雄略天皇から、ついに神話が現実に変わったとも言えるな。もやがかかった夢から覚めて、現実の歴史がやっと動き始めた感じがするわ。雄略天皇って、どんな人だったのかしら？気性の激しい暴君のエピソードが多いな。暴君？しかし、ただの暴君ではない。ライバルを次々に倒して、実力で天皇の座についてからは、当時の大国僧と堂々と渡り合った有能な人物だ。織田信長みたいな感じかしら？ちょっと似ているかもしれないな。大君、または大王、どっちで読むのが正しいかわからないけど、この文字を使ったのはどうして？その前の時代は、単に王でしょ。中国皇帝の家臣に過ぎない王から脱却し、大王、または大君と称することで、独立の気概を示したとする説がある。実際、中国へ調降して、和国王に任命してもらった時代は、和王部、つまり、雄略天皇をもって終わったんだもの。若竹大君、雄略天皇の存在感は大きいわね。そうだな。少しずつ独立国家の礎が完成しつつある感じがするわ。じゃあ、第21代の雄略天皇が、実質的な初代天皇ということでいいんじゃないかしら？それが、そう単純な話でもない。さっきも話したように、雄略天皇が実在したことは明らかだ。しかし、次の22代清明、23代玄宗、24代仁建、25代武烈の実在性が、実ははっきりしないんだ。そうなの？物的証拠が国内外で発見されている雄略天皇と違って、確たる証拠がない。確かに、このチャンネルで武烈天皇を取り上げたことがあったけど、ちょっと現実離れしていたものね。この動画だな。
中国の陰の中央に似た、三楽非道なエピソードに悪意を感じたわ。妊婦の腹を裂いて胎児を見たとか、生爪を剥がしてから芋を掘らせたとか。実際のブレツ天皇は18歳という若さで崩御されているし、何か政治的な意図を感じてしまうわね。そうだな。歴史的には、ブレツ天皇の次、第26代の慶太天皇以降を実在とする考えが一般的だ。慶太天皇からは、現在の皇室まで繋がることがはっきりしているしな。いよいよ、ファンタジー世界を抜けて、歴史らしくなってきたわ。でも、慶太天皇って誰？王土の大君と呼ばれた人物で、聖徳太子のひいおじいさんだ。具体的になってきたわね。先代のブレツ天皇との関係は？慶太天皇は、ブレツ天皇の子でも孫でもない。第15代王仁天皇5世の孫だ。5代後の子孫ってことは、子、孫、ひ孫、やしゃご、その次だから。来孫だな。あら、随分と遠いわね。他にいなかったのかしら？いなかったようだ。これは、第21代雄略天皇が行った粛清が原因かもしれない。さっき、ライバルを次々に倒して天皇になったと言ってたものね。そうだ。雄略天皇は、大和周辺にいた皇族を徹底的に排除して、天皇の座を得たのではないかと考えられている。大和には、皇位継承者がいなくなってしまったのね。そうすると、王土の大君は、天皇家とは無縁の存在で、天皇家を乗っ取ったとも考えられるんじゃないの？実際に、そう考える専門家もいる。王土の大君は、かなり謎が多い人物だしな。出身地も古事記では大海、日本書紀では越前の国と食い違っている。慶太天皇は、大和王権の衰退混乱に乗じて、大海、終わり、越前の勢力を背景に大和に進出し、皇位を散奪したのではないかという説まであるくらいだ。皇位散奪説？ブレツから慶太天皇の間で、皇統の断絶が起こったのではないかと主張する説だな。王朝交代説の支持者によれば、崇仁王朝、王仁王朝、慶太王朝が存在し、現在は慶太王朝の末裔だという。もちろん、批判も多いし、どっちの説が正しいかなどわからない。でも、百歩譲って、現在の皇室が慶太王朝からだとしても、1500年続いているわけだしね。その通りだ。世界一に変わりはない。慶太とは、正当なる後継者という意味だ。慶太天皇は、ブレツ天皇の姉、田白香の姫巫子を皇后とした。天皇の姉を皇后にできたのは、やはり、慶太天皇が皇統に属する男子であったからだろう。そうね。皇統断絶の危機を救ったと考えるべきかもしれないわね。507年、王土の大君は、河内の楠和の宮で58歳で慶太天皇として即位した。しかし、その後、摂津や真城の一帯を転々とし、大和に入るのに20年近くもかかっている。正式に即位した天皇が、どうして大和に入れなかったの？慶太天皇に反対する勢力が強かったのだろうと推測されるが、詳しいことはわからない。この長すぎる20年の謎については、別な動画で考察を試みたいと思う。慶太天皇の25年の治世も内政外交面で苦難の連続だった。筑紫の地方豪族祝いが、新羅と手を結んで、北九州で大反乱を起こしたり、まさに怒涛の時代だ。混乱が続いた黎明期ね。ところで、慶太天皇陵って二つあるわよね。宮内庁が慶太天皇陵として管理する、大阪府茨木市の大田茶臼山古墳。そして、宮内庁の事情は受けていないけれど、真の御捧だと専門家が言う、大阪府高槻市の今城塚古墳。でも、今城塚古墳の方が慶太天皇陵ということは、専門家の間では、今や常識なんでしょ？そうなんだ。本物の天皇陵が、発掘調査も一般人の立ち入りも可能な公園になってて、被葬者がわからない古墳が、宮内庁によって厳重管理されるという不思議なことが起きているな。慶太天皇が日本の国家形成の謎を解く重要な天皇だと考えたら、今城塚古墳に見学に行きたくなってきたわ。そうだな。慶太天皇の生涯を解明することが皇室の起源の謎を解きほぐす糸口にもなるはずだからな。ここまで、神話と混然一体となった古代の天皇から、現在の皇室に繋がっているとされる慶太天皇まで、皇室のルーツについて考察してきたが、どうだったか？紀元前660年を後期元年と決めた根拠が、中国由来の蚊の鳥の革命の思想だとか、1260年に一度のペースで大革命が起きるとか面白かったわ。建国記念日と言わず、建国記念の日とした理由も大人の事情だとわかったし、神武天皇、崇仁天皇、雄略天皇、慶太天皇と時代を経るごとに、日本という国の輪郭がはっきりと見えてくるのも興味深いな。よし、本日の動画はここまで。
動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。